皆さんこんにちは、マリアリです。今日もなんかそこで寝てるので、ちょっとあっち背景にしてるところがですね、ちょっと背景できなくて玄関でごめんなさい。はい、今日11月1日は誰の誕生日でしょうか。はい、そうなんです、そうなんです、キティちゃんの誕生日なんです。ミミちゃんもおめでとうございます。はい、ということで私今きっとサンリオにいるか、サンリオから帰っている途中なんですけれども、このじゃーん、これはね開けないようにしてるんですけど、ちょっとオープンしますね。オープン、じゃん。サンリオに明日行こうと思ってですね、前売り券を買うと、先着1000名様限定で赤と白と黒のどれかの色のキティちゃんとダニエルくんの、あのね、後ろダニエルだったかな、の限定の T シャツがもらえるっていう、毎年ねいろいろやってるんですけど、誕生日には、なので今年も私は参戦したいと思います。超可愛いデザインなんだけど、25周年記念、やばい、でーん、 YouTube とサンリオがコラボってるみたいになってる、じゃーん。はい、ということで今日はですね、ちょうどこうちゃんとサンリオに行っていると思います。これめっちゃ可愛い、出したくねー。これあれかな、これあれかな、あれなのかな、奪われちゃうかな。あ、私の大好きなピアノちゃんがここに。え、でも私キティちゃんの誕生日もキティラーなんですよ。私すごいよくサンリオ好きなんですかとか言われるんですけど、私キティラーなんですよ。なんですけど今ちょっとピアノちゃんに浮気をしていて、でなんかもうね、こうね、可愛いんだよ。メルトンとかもすごい好きなんですけど、ちょっとね、そうなんです、浮気を、はいはい、浮気をしておりますですけれども、今日だけはキティちゃんの誕生日、ミミちゃんの誕生日だからですね、二人の誕生日だから浮気はしないで、はい、行こうと思って、今日をね、誕生日で行ってるんですけれども、今日に限ってよ、実家なんですよ。全部キティちゃんの、全部キティちゃんの T シャツだったり、キティちゃんのなんだろう、バッグだったり、キティちゃんのもとりあえずグッズだったりとか、でこの間実家帰った時に数えたの、キティちゃん何個あるんだろうと思って、で寝ながらね、こうやって 1,2,3,4 とかで数えてたんだけど、432までは数えたんですよ。え、すっごい数のキティがあったの。とりあえずなんかもう目につくこうキティをね探したんだけれども、とりあえず全部サンリオだったんですよ。で何かお祝いをねしたいと思って、今日ね実はこちらを、てってれー、これをね、ほら、てーん、ハッピーバースデーだ、ハッピーバースデー T シャツを買ってきたんです。なのでキティちゃんに本当はあげたいんだけど、これミミちゃんにあげて、こっちキティちゃんにあげて、これダニエルくんにあげたかったんですけど、あげたかったんだけど、やっぱりほらファンからのプレゼント NG だと思うから、あげられないなと思って、いやこれあげたかった、これミミちゃん、キティちゃん、ダニエル、あげたかったんですけど、だからこのね箱だけ持ってって写真撮ろうかなって思ってるんですけど、撮れるかなって感じです。なのでちょっと今日はとりあえず誰の誕生日だいっていうことと、あとこのハッピーバースデー T シャツの紹介をしたかったの。だからこれねめっちゃ可愛いんですよ。ほらほら、あー、ダニエルくんに来て欲しかったよ。絶対彼女の誕生日だから来るでしょ、ダニエル。私ね、ダニエル1回しか会ったことないので、私本当にマジで旦那さんになる人がいたらとか、付き合う人がいたらとか、
なんかちっちゃい時から夢を見ていたのはダニエル、キティって言われるのが夢だったの。全然私キティって言われてないんだけど、でもなんかすごいあの夢だったんですよ。でダニエル一回見て、でも私お仕事でサンリオいた時だったので、ダニエルみたいな感じで終わっちゃったんで、ダニエルくん直接会ってないんですよ。なので今日会えてるかな、私会えてたら多分高まりが収まらないと思う、むしろ泣くと思う。どうしよう、やばい。はい、ということで今日お誕生日おめでとうございます。11月1月。そしてみんな誰か誕生日の人いたらおめでとうございます。誰かコメント欄書いてくださいね。あの11月2日だった惜しいよっていう人とかも全然書いてください。はい、ということで今日はそんな感じで誕生日おめでとう動画でした。本当にただ単にね、サンリオ行きますっていうのと、先着で1000名様にもらえる T シャツをもらいに行くっていう、ただもらえるかわからないっていうね、ちゃんと間に合ってるのかな、私わかんないんですけど、まあそれはおいおいとまた動画にして出したいと思います。ということで森有でした。バイバイ。 Twitter、Instagram、LINE の ID は横に書いてあります。ぜひチェックしてみてください。ということで次の動画も楽しみに。チャオ。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。ミミちゃん、キティちゃん、おめでとうございます。そしてダニエルくん、愛してるよ。うまっ。